アロハー YouTube! 愛知県で G クラス専門店マルゲンの店長をやっている G クラス YouTuber のりょじっちゃんです。はい、りょじっチャンネルではですね、G クラスの情報を日々配信しております。今 G クラスに乗られている方や、これから G クラスに乗ろうと検討されている方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、で、あとですね、今日のこのりょじっちゃん動画、ご視聴していただけましたら、ぜひ高評価ボタン、低評価ボタン、どちらでもいいので、押していただけたらと思います。高評価だとですね、本当に僕嬉しく思いますし、低評価でもですね、もっと頑張ろうっていう、そういう励みになりますので、ぜひですね、感じた方にチェックしていただけたらと思います。はい、ということでですね、今日の動画なんですけれども、今日はですね、昨日ですね、行わせていただきました、このりょじっチャンネル、チャンネル登録者数900人達成ということで、プレゼント企画の方を実施させていただきました。はい、本当にですね、たくさんの方からご応募していただきまして、本当にありがとうございます。はい、でですね、そこでですね、応募フォームの方に一つアンケートを、入れさせていただきました。はい、っていうのがですね、これは僕が単純に、気になる、ぜひ視聴者さんに、聞きたいなと思うことをですね、こう毎回ちょっとアンケートで入れさせてもらってるんですけれども、今回はですね、究極の選択、新型と旧型どちらが好きですかっていう、そういうご質問をさせていただきました。はい、今回ですね、総応募数36名の方からいただいたので、36分のっていう感じにはなるんですけれども、またですね、面白いというか、ああそうなんだっていうふうにちょっと思うような、そういうデータが出ましたので、早速、今日はそのことについて話していきたいと思います。それでは行ってみましょう。新型と旧型どちらが好きですかっていうことなんですけれども、これはですね、正直僕は好みが分かれると思ってまして、なので単純に新型がダントツ人気っていうことはやっぱ考えにくいなって思ってて、じゃあ実際どうなんだろうっていう、そういうちょっと疑問でですね、質問させていただきました。はい、でその好きっていうのもいろんな好きがあると思うんです。単純にこう見た目が好きなのか、はたまた新型のようにですね、そういう最新の装備だとか新しいもの好きっていうのもあると思いますし、逆に、そういう古いもの好きっていうのもあると思います、ましたので、なのでですね、好きっていうのも、いろんな、みんな人それぞれのですね、好きという括りで、聞かせてもらいました。はい、で、実際どんなデータが出たかというとですね、はい、これ実はほぼ同じ、半々っていう感じなんですけれども、実際出たパーセントでお話ししますと、新型が好きって答えられた方が、58.3%。はい。で、旧型が好きっていうふうに答えられた方は、41.7% っていう数値ですね。ざっくりで言うと6対4っていう感じなんですけれども、はい。新型が好きが、58.3 で、旧型好きが、41.7 っていう、そういう数値でした。はい、皆さんどうこれを考えますか。やっぱりねっていうふうに思われたか、意外と旧型が多いのかとか、多分いろいろ思われると思います。ちなみに僕は半々かなっていうのは正直思いました。
で、あ、でもやっぱりその若干新型の方が、多かったので、あ、やっぱり新型人気っていうのは強いんだなっていうふうに、感じました。はい、まあ、新型 G クラスですね、やっぱり今で言うと 350D400D だったりとか、まあ、それぞれ限定車のマヌファクトゥアエディションもありますし、あとですね、G63 だとかも550もありますんでね、まあ新型って言ってももういろいろありますよね。まあやっぱりあの 350D400D っていうのが、おそらくその中でも大半の人気、グレードになってくるのかなと思うんですけれども、まあ本当に、まああれですね、新型旧型どちらもやっぱ G クラスっていうのはそれぞれ良さがあって、やっぱり魅力というか本当に どっちも良さがあるので、なので究極の選択っていうそういう感じなんですけれども、僕の中でですね、はい、ちなみにリョジッちゃんどっちだと思いますか、新型旧型新型、はい、僕の究極の選択で答えるのであれば旧型です。はい、なぜかというとですね、旧型直感です。旧型のが好きって思ったから好きなんです。はい、はい、まあ実際ですね、私リョジッちゃんの G クラス1998年式のですね、G320 のショートっていうことで、まあ本当にすごいいいなぁと、大好きだなぁって思いながら、乗っている感じなので、はい、そんな感じですね。はい、まあ皆さん、こんな感じでまたこういう感じでですね、視聴者さんに聞いてみたいこととか結構実は、あるので、またこういう何か、機会がありましたら、またアンケートの方、ぜひご協力の方ですね、していただけたらと、思いますので、はい、ということでですね、まあ、今日は、そのプレゼント企画で、アンケートさせていただきました。新型旧型どっちが好きっていうことをですね、お話しさせていただきました。はい、今日もご視聴、ありがとうございます。それではマハロー。